尾の方に赤い印が、横に印のないことが白でございます。さあここからは綱を取ります。さあ牛尾の牛持伊沢さんですね。あっといきなり後ろがいった。しかし、いおりもまだちょっと後ろ余裕がありますかね。はい、このいおりという牛は、その角は決していいとは言えないんですが、体は本当に素晴らしい体をしてるんですね。馬力の出る体。対して、牛尾はまだ年齢が4歳なんですけど、本当に牛は大きく成長してきました。いおり頑張れば途切れることがございません。さあ、いおりが出る。もう非常にですね、下に張った。後ろが一体分かって、下から使うんですが、いおりが体、そして首の良さで、今その後ろの攻めを受け止めてます。息が続く以上続きます。角の使い方を見てもらうと、相手の角の下に角の角が入ったときに、そうですね、今後ろ入りましたね。さあしかしこのいおりの踏ん張りですね、先ほども上手に踏ん張っていました。まだまだ攻撃を受けられる余裕がありますね。普通の牛だと一気に持っていかれそうな後ろの攻めなんですが、これは非常に体の良さでそれを受け止めてます。さあ今まだ後ろがちょっと攻めてるけど、いおりも両方で目を見てもらいたいんですが、両目が前の方に来て、相手を必ず見てますね。やっぱりこういう目をしなきゃいけない。後ろが下からいった。これをまたうまく前に首で受け止めます。いおりやっぱりうまく受け止めました。今もこう横に回り込んでますね。これがね、受け方の基本で、自分のやっぱり真横にあるのをしにくいんですよ。こうやって横について相手の攻めを受け止める、これも受け方の一つのテクニックでございます。すごいですね。エンドレステープみたいになってますね。最後、後ろ足に綱をかけました。そして今両者見事引き分け。